ここではちえちゃんから練習ラウンドにどんなこと考えればいいかをお伝えします。はい、お願いします。最初はパー3から、ね、はい、で次のホールパー4も一緒にやっていきます。はい、お願いします。お願いします。お、はい、ここはパー3、あ、93ヤードです。93ヤード。で、練習ラウンド結構このティーグラウンドって毎日変わるんですよ、ティーの位置。だから今日例えばピッチングで打ってから次もピッチングにしようと思ったらティーグラウンドが実はこっちだったりするの、うん、ちょっと遠くなってたり10ヤードぐらい近かったりするから、なんか練習ラウンドの時はこうやって一番後ろが立ったらピッチング50歩だから、うん、そこから10歩のところから打って何番アイアンで打ったっていうのを結構メモしてます。なるほど。ピッチングかな、大きめか大きめか小さめか。とりあえずね、いつも練習ラウンドの時はピン見ないで、うん、グリーンのセンターに打つようにしてる。センターに打つようにしてる。そうそうそう、なるほど。ピンクってマイナス7だからプラス7ぐらいでがセンターだから、ちょうど100でグリーンのセンターなんで、だいたい100打つようにしてます。ピッチングでいけるかな。ナイス。ちょうどグリーンのセンターぐらいじゃない、ちょっと奥ぐらい。そういうことね。そうだから、もし同じこの位置からピンが手前になったらバンバンって落としてもいいかなとか、でこのティーグラウンドが後ろだったらそれでぴったりぐらいかなみたいな。なるほどね。すごいね。わかりやすい、ね、すごいわかりやすい。かっこいい、うん、やっぱちえちゃん何者っていう、うん、確かにそれに繋がって撮ります。試合の時とかも3日間試合でも毎日ちょっとずつ5ヤードぐらいティーグラウンドが違うんですよ。うん、すごい大事、ティーの位置。絶対このコースを攻略してやろうと思ったら大切なことだよね。うん、めちゃくちゃ大切ですね。なるほどね。そういうことしたことなかった。グリーンだと、はい、指定練習日とかだと何球も出るからいろんなとこから打つんだけど、こういう普通の練習ラウンドの時はあんまり後ろもいるので打てないので、はい、まあ、大体ここ自分のやつやったら、あとは一番高いとこと一番低いとことかだけ確認してます。はい、これで寄せる、とりあえず寄せる。めっちゃうまい。これナイス。オッケー。あと今めちゃくちゃ立つところ、ここが一番低いところで、あっちの左奥とこの右横ぐらいが高いけど、なるほどね。そこだけなんかメモしておくと、はい、あのティーショット打つ時とかにさ、ピン位置とかさ、ティーところだったら、あ、確かに。ちめっちゃ高いから下につけたいからちょっと手前のバンテモトみたいなのができるから。うんうんうん、高さだけを覚えてます。なるほどね。なるほど、めちゃめちゃ全然ないわ。パー3はこんな感じでね。だってパー3ってさ、絶対パー取りたいもんね。そうそうそう、距離感が本当に大事だから、うん、そんな感じ。またはい、2ホール目パー4です。はい、はい、でここは結構上りきついけど特にセカンド地点にバンカーとかもないので、あんまりドライバーの距離とかは気にしなくて、さっきみたいに細かい距離は気にしなくて大丈夫なので、はい、気になるとかある？どっか行きたくないなみたいな。結構広いから、そう、ね、こういう時って目線をなんか上に上げたらダメ。そうだ、なんか上げようとすると逆に上がんなくてみたいなのがあるからってこと。そうそうそう、私もちゃん結構球上がるから、うん、なんか上げようとしなくても全然上げないかなと思います。目線は上げずに、うん、特に気にするものもなく伸び伸びティーショットしてください。はい、わかりました。
か。行ってみよう。はい、セカンド地点に来ました、はい、で今回まおちゃんはちょっと右目のラフに入ったんですけど、はい、まあ全然どこでも大丈夫なんですけど、セカンド来た時に私が気にするのは、まあ、左もまあ大体この辺から歩いて見て、まあ、この辺からなら打ちやすそうだなっていうのを見るようにしてます。結構広くて、はい、何も障害物ないから打ちやすそうだから、ちょっと本番は左目狙おうかなとか。なるほど、ね、しかも結構左目平らだったの。なるほどね。確かにね。右もなんかどこまで行ったら狙えなくなるかなって、うん、はいはいはい、まーちゃんの位置だとピンがピンが右サイドじゃなければ全然大丈夫、うんうん、ピンが右サイドだとちょっと違った、うんうん、ピンが左サイドだったらどこでもいいけど、ピンが右サイドだったらちょっと左目からにドライバー狙おうみたいな軽い気持ちで見てます。なるほど、はい、伝わった？伝わった。いや、めっちゃ考えてんだな。バカにしてる。違う。すごいね。いろいろ見るとこあるんですね。うん。ただ回るだけじゃなくて。普通に行っても大丈夫です。はい、あ、大きかった。ちえちゃんさ、バンカーってさ、コースによってちょっとなんか砂質みたいなの違うじゃないですか。これは どうなんですか。なんかあるんですか。あんまり打てない時とかはセカンド地点でグリーンじゃなくてバンカーも近くに打って、まずバンカーに入れて、バンカーからアプローチで寄せる練習したりもします。うん、あ、じゃあちょっとここのゴルフ場のバンカーこんな感じねっていうのを、1回はワンラウンドで打っときたいから、うんうん、まだとバンカー狙って打ったりします。うんうん、なるほど。はい、ナイス。パー4だと結構グリーン周りも見ることが多くて、うん、でもまあ下からだと分かんなかったけど、奥も結構平らで広くて打ちやすそうだなっていうのも見ときます。であとあっち側よりこっち側左側からの方がアプローチしやすそうだなっていうのもあって、外れる場合はこっち側みたいなのを決めてます。ナイス、本当パターンいい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、結構見るとこあります。そう、練習ラウンドってなんか試合と同じくらい見るとこ多くて疲れるイメージ。スコアカードとか、そうそう、一個一個メモすることも多いし、うんうん、考えることもたくさんある、うん、なるほど、はい、すごい勉強になりました。あったです。シエ先生ありがとうございました。どういたしまして。皆さんもぜひよかったら普通のラウンドでも使えるので、はい、やってみてください、はい、これってベストスコアにもつながりますね。そうだ ねコンペの練習ラウンドとかでもいいかもしれない。あ、確かに。以上知恵講座でした。バイバイ。バイバ